交流戦も終わり、2023年シーズンもいよいよ折り返しとなった。序盤苦しんだ読売ジャイアンツだが、交流戦で4つの貯金を作りました。序盤は投手力に課題ありとされてきたが、リリーフでは中川の復活とビーディのリリーフ転向、エース菅野の怪我から復帰など、明るい話題から徐々に上昇傾向にあります。それでもチーム防御率は首位阪神と比べるとまだまだ課題は不安視されています。そこで原前健監督はオリックスから鈴木康平を獲得するも、トレードの噂は序章に過ぎないというのです。そこで本日は巨人第2弾トレードの噂について紹介していきたいと思います。放出される選手トレードにおいては、ジャイアンツからの交換要員は当然必要になってきます。現在ジャイアンツから放出されるのではと見られている選手が2人います。1人目の放出候補は北村拓実選手です。現在27歳の北村選手は2017年ドラフト4位で大型内野手として打撃が評価された選手です。選手としてのプレーのみならず、キャプテンシーも高く、ポスト坂本の最有力者とまで言われていました。しかし近年では守備に課題を抱えていました。そこで2022年には中山礼都選手、2023年にはルーキーの門脇誠選手と、守れる内野手がどんどん出てきています。キャプテンシーの高い選手にもかかわらず、守れないことで鳴かず飛ばずの状態です。交流戦明けて坂本選手が怪我をして抹消されると、代役として一軍合流します。しかしこの一軍合流もトレード前の品評会とまで言われています。主軸を欠いた打撃陣に弱みを抱えるチームでは、もう一花咲かせられる可能性はまだ残っています。今のジャイアンツの中で内野手で生き残るには激戦区です。ここでレギュラーをつかまないことには簡単にはチャンスを得られないでしょう。2人目は松原聖弥選手となります。松原選手は現在28歳で、2016年に育成ドラフトで指名された選手になります。しかし2018年に支配下登録を勝ち取ると、2020年にプロ初出場しました。同年は86試合に出場して打率2割6分3厘を記録しました。2021年は135試合に出場して規定打席にも到達したのでした。その際は打率2割7分4厘とレギュラーとして活躍しました。この年に放った本塁打は12本であり、育成出身選手としては史上最多のシーズン本塁打記録となっています。しかし外国人の加入や期待の若手である秋広選手の台頭など、厳しい外野手争いに押される形となりました。師匠である亀井コーチが選手時代に、引退する際に頭使えよと言われたことがきっかけにか、持ち前の野性味がなくなったような印象を受けます。レギュラーとして素晴らしい成績を残したのはわずか2年前のことです。松原選手の獲得に乗り出す球団があればトレードというのもあり得るかもしれませんね。では2人の放出候補で巨人軍はどのような選手が獲得候補なのでしょうか。投手陣の補強、ジャイアンツがトレード相手として狙っている球団は東北楽天ゴールデンイーグルスです。イーグルスとは過去に何度もトレードを活性化させてきました。またパリーグ内でもチーム打率、得点ともに下から数えた方が早い位置につけています。まさに打撃力の改善は急務となっています。もっともチーム防御率はパリーグでダントツの最下位。ジャイアンツのリリーフ改善に寄与できるような状況ではありません。しかし報道ではジャイアンツが欲する選手として安楽選手の名前が挙がっています。2014年のドラフト1位で、今シーズンでプロ9年目を迎える26歳です。2020年からはリリーフ専任となり、2021年と2022年は2年連続で50試合以上登板するといった実績十分の投手です。今年もすでに27試合投げて防御率 2.63 と50試合以上登板ペース。しかしチームの戦績が芳しくないことを考えると、
0勝0敗5ホールドというのはチーム内ではあまり重要な立ち位置ではないと考えられますね。しかし一軍の戦力であることには間違いありません。それでも楽天の打撃陣としては左打ちの外野手は飽和状態、また内野陣はレギュラーが確定。そのため北村選手も松原選手も楽天の補強ポイントとしては合致しないのでした。また他にもオリックスとのトレードが噂されています。26歳の漆原選手も獲得候補に上がっていました。漆原選手は2018年の育成ドラフトでバファローズに入団しました。2020年に支配下を勝ち取った漆原選手は2020年に22試合、2021年に34試合登板したものの、2022年は1軍登板はありませんでした。今年はここまで13試合に登板し、防御率は2点台と良い出来です。しかし0勝0敗1ホールドのため、同じく重要な立ち位置ではないと考えられています。オリックスの投手陣では、余剰戦力といった見方ができるかもしれません。選手の名前だけを見ると、安楽選手よりは獲得もしやすいと考えられるでしょう。ただし、現在パリーグで優勝争いに食い込んでいることもあり、チーム打率も本塁打も得点数も1、打撃に強みを持っています。特にトレードの必要性がない立場にあります。また最近では、鈴木康平選手と廣岡大志選手の交換トレードがあったばかりでした。もしトレードがあれば、すでに行われていたとも考えられます。では最も現実的な球団は、どこになるのでしょうか。最有力候補の球団、やはり最有力候補は西武ライオンズと言われています。西武は内野陣では山川選手の不祥事問題、外野陣では層が薄い状態になります。そのため北村選手も松原選手もトレード候補としては最も現実味があると言われています。また投手陣においては先発陣に課題を抱えるも、リリーフ陣は近年では整備されつつある球団です。そして一人目の候補は宮川投手となります。宮川選手は2019年のドラフト1位の投手です。現在は2軍で先発調整中ですが、安定したピッチングを続けています。今季はまだ1軍に出ていませんが、昨季は前年を上回る45試合に登板して防御率 2.59 とチームに貢献しました。最速154キロのストレートと大きく曲がるパワーカーブが武器です。守護神の体勢につなぐ勝ちパターンやロングリリーフなど、救援陣全体に課題を持つ巨人軍にはぴったりではないでしょうか。2人目は出戻りになりますが、公文投手になります。元巨人軍の選手であり、日本ハム、西武と渡り歩いています。西武では2021年に投球回数 18.2 回、昨年は9回で、今季はまだ1軍登板していません。2軍では10回を投げて、2勝2セーブということですが、チーム事情から優先順位が低く、出番が与えられていないようです。まだ31歳ということもあり、老け込む年齢ではありません。セーブとしても、放出しても痛くはないと考えられます。巨人に戻ってもう一花咲かせられそうです。いかがでしょうか。昨年オフの現役ドラフトはくすぶっていた選手が新天地で大活躍しています。まさに移籍が大成功となった、選手にとっては転機と言えます。他にもトレード候補や予想はささやかれています。期限である7月31日までは各球団の動向には注目していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。